テレト。交通事故が多発する12月を前に、東京江東区の検問所で桃色クローバー Z が安全運転を呼びかけました。交通ルールを守るんだ。新型コロナ対策でももクロのメンバーは検問所を通過するドライバーに対し、およそ10メートル離れたところから横断歩道は歩行者優先などと交通ルールの徹底を求めるプラカードを掲げました。警視庁によりますと、今年都内の交通事故で亡くなった人は133人に上り、特に年末は交通量が増加し、交通事故で死亡する人が最も多くなる傾向があるとして注意を促しています。